このこっちはなんだ。おお。お、槍だ。ほっ。なるほど。さっきの釣りのとこはじゃあどこだろう。こっちかな。違うな。あ、ここか。もぐもぐ。みんなもぐもぐしてんのか。すげえな。あの、あそこの店と同じ作りしてるのって気持ち悪いな。迷惑な客を排除せねばな。手下ども、こっちだ。ついてもらおうか。手前が邪魔。あ、手にいけるね。ザコどもが。使えんザコどものところに宝箱はないのかい。ないね。仕方がない。行くか。こいつは奇遇よの。我が大きな友達、友人たちに挨拶しておけ。全員入らんの、やっぱり。もうちょっとくっついていただけませんかね。
しょ。え、まだ落ちんか。ほう、硬いね。落ちた。おお、奥も落ちたわ。なぜだ、我が最強の創造物たちを。観念しろ、首をもなめ、敬意をつけてやる。図に乗るな。これは、それはこっちのセリフよ。こういうのって奥見に行きたいよね。ですよね。ふい。エッチ。ゼールだけは、武器きた。よし。いけないのか。ほっ。はっ。どっかで使ってくるかな。あれ見てよ、ヌンジャーリア。お、すごーい。いいぞ、これで最後だ。今度こそニカさん。おお、貴様らか。ほん、召喚士たちを葬儀の間、葬送館に侵入者が現れた。ポータルの守護者を呼ぶには4人の魂が欠かせぬ。時は満ちた。忠欲の誓いを果たすがよい。これってまずいぞ。フェイズリーパーよ、我らが主の城が攻撃されている。務めを果たせ。なるほど。なんか後ろおんな。うわ、マジか。あー、そういう感じ。いや、どうしよう。
ぼいぞ正直当たるか微妙いぞ。カーンって鈍い音するね。無理か。華やかなし、どういうこと？ほんと、生きてる。だな。まあ、いっか。コンボ違うな。剣それ大丈夫。ほい、ああ難しい。剣パー。そうか。うわ、モリ。剣と毒。
これで、オッケー。ふう。うわあ、3体に増えちゃった。で、間に合わねえじゃん。今気づいたけど。あぶねえ。で、あ、違う、気絶も確か治せる、生きるはず。よし。ラッシュ。オッケー。倒したぞ。そんなバカな。倒したぞ。フェイズリーパーを倒しただと。比類なき素早さを誇る者を。なるほど、身のこなしだけではかなわぬと。墓穴を掘ったな。我らが新兵に遊んでもらえ。手下を盾にするとは、ん？手下を盾にするのはしまいだ。何？これはいかなる、なんていうの？ざれ言？天罰さ。たわごと？何？バカな。人差しで終わってしまう。ついに奴を倒した。ありがとう、みんな。やめてよ、セライ。力になれてよかった。少し待とうか。私は平気だ。久しぶりに笑いたい気分さ。ならよかった。ゴミは片付けたし、そこのポータル壊しちゃわない？バレア？うん、喜んで。うん。ん？どうなってるの？なんか弾かれたぞ。セドリック、何かわかるか？スキャン起動。
験を完了しました。それで分析中お待ちください。結果が出ました。バイオティクスとネイバネティクスの染色的配合からなる強大な未知の素材が使われているようです。空気中の粒子比率に基づけば、先ほどの破壊的思考によりその性質推定 0.00005% が弾け飛んだと推測されます。罠が張られているの？そのようです。目の前にあるものはこの星そのものを破壊しかねない強力な爆弾です。推測行動放っておく。けどこいつは宇宙のどこにでも魔物を送り込めるんだぞ。きっと方法があるよ。ありません。際限なく複雑なパターンで神経系が絡み合う 複造構造ゆえ、極めて迅速かつ正確な一撃の切断でなければ停止できません。それってゼイルの得意分野だよ。難しいかと、とりわけ視点の魔法に激しく反応する設計です。外心モデルに基づけば、その発生によりフレッシュマウスはこの性質をスマウものに組み込めてはいないかと。推測行動運を天に任せる。花木京本が ごめんコウムル。あ、バーロットさん。バーロット生徒では心を奪われかけたが、最後に探し物が見つかったようだ。お前たちはこれまで多くの偉業を成し遂げてきたが、ここは我が風の風刺剣の出番と見える。我が風の剣離れていいよ。すごい足さばきだ。拙者は役目を果たした。あとはお前たちでこの旅を終わらせよ。この先召喚士たちは優しくしてやれ。ソウルキュレーターが洗脳が今も残っていようが、戦っては困い。この木に休んでおくのが賢明ぞ。やりかけの仕事を終えたくば入り口へ戻れるポータルもある。ありがとうワーロット。礼を言うのは拙者の方だ。何しろ我が世界の救世主なのだからな。ルアナとソレンよ、みんなよくぞここまでたどり着いた。フレッシュマンサーは召喚士の部屋の上で待っている。幸運を祈ろう。ごちそう。あれ、どうやって行くんやろな。あれ、戻れんくない？え、戻れんくないか？絶対戻るねん。戻れる手段がないな。無理じゃん。さあどうしたもんかな。行くか。あら、
お前たちは我らが主のよう、お前たちは我らがよう主に用があるのだろう。邪魔立てはセンサー、我らは温厚なしもべに過ぎ。君たちの仲間はめちゃめちゃ攻撃してきたけどな。おお、偉大なるフレッシュマンサーよ、我が祈りを聞きたまえ。フレッシュマンサーは無敵の世界を見張っている主のおそばで仕えられて光栄だ。武士なら少し、おお、少し持って持っているか、買っていくか。優しいか、とても優しいか。何もないし大して何もなかったわ。ちょっと欲しいやん、ラザニア。この部屋を、この部屋で自由に使って休むがよい。隣のポータルを使えば一瞬で入り口まで戻れる。我らが主に会いに行くなら、我らをそれを止める権利はない。この場所にたどり着いただけでも刮目に値しよう。解放するとこがないのか、あの人は。我らは偉大な主の刮目、刮目されるか羨ましいぞ。刮目ってこ何？おお、回復じゃ。質問パック10。うわ、すげえ。虫、やば、これ。完璧な柔らかさに。100、100やん。すごいな。まあいいや。こっちが欲しいな。プーティン。オッケー。よし。怖っ。なんもないんか。なんかありそうやのに。階段勝手にゴゴゴゴって動くとかないやんな。ハリーポッターみたいに。あれ、なんてやつやったっけな。なんとかの階段、忘れた情報がない気まぐれ階段みたいなやつな。勝手に勝手に階段が動くやつな。やばい、ぐるぐる回る。無限ループって怖いよね。ぐるぐる回る、ぐるぐる回る。終わった。ついに来たか。おめでとう。実に煩わしい虫けらどもだ。覚悟して。覚悟だと？この私が愚かな子たちを、視点の戦士などゴミと変わらぬ。だがここまでたどり着いたのは天バレをならばルールに従って遊ばんとな。天命？お前たちの世界とそこにいる者すべての運命を決する時ぞ。
我が新たな副官に勝てるかな？それとも彼女がサイボーグの王となるか？そうはさせん。お前の悪事もこれまでさ。やれやれ。どこまでも傲慢な者どもだ。ならば消えてもらおう。出番だぞ。我が戦士を。闘士よ。この侵入者どもを滅ぼし、奴らの世界の王となるのだ。いでよ、エリゾンダレル。なんでちょっと寂しげなの。ルリナ、なんて姿に。我が当時を脅かすのは誰だ。俺たちがわからないのか。虫けらの視点の戦士どもだろう。虫けらは叩き潰さねばならん。ダメだ、まるで別人だ。黙れ。我が前にひれ伏すがいい。来るよ。ミスったな。さてとモリモリやね、モリモリやね、その情報やね。ミスった。死にいっか。毒剣か、毒剣か、入れ替えて。
よし。ターンちょっとうざそう。一回じゃちょっと効かんかな。上書きなんだな。なるほどな。ヘイ、バカな。もっと力が欲しい。もっと力が。なんかでかくなった。第2形態になった。マジでか。ちょっと待てい。わあ、美しくないやつ。体どこ行った。体はどこ行った。体は、体はどこ行った。ここだけやな。体はどこ行った。困ったね。これはいけるんやけど、どうがいてもそれがいかれへんから、落ちてもらおう。よし、オッケー。張り直しやね。うわ、マジか。いやな、エスメロードみたいやな、こいつな。エスメロードはドラゴンになるんやけどさ。いた、3回連続。オッケー。あれ、このタイミングじゃなかったっけ。88か。
あ、無理やな。ですよね、無理やんな。あはん、なんじゃそりゃ。どうしようかな。無理か、1か。全体じゃないのか。全体じゃないのきついな。どっちがやばいんやろ。いやマジでわからん。こっちは終わるけど、うわ、ですよねー。それは込み込みで仕上がらしてからの、シールドハップのも一つ取ってくださいね。ふぅ、剣と斧とスキル、本も、で、通常攻撃。 OK。 セライさん、フフフフ。3やろ。いいなぁ。で、当てても1段足りないよね。
だもんな。そうだよな。おお、これ割り切った。割り切ったー。ちょっと見てみたいな。見てないんだよね。かっこいい、なんかすごいかっこいいな。なるほど。なるほど。200か。OK。 15。すぐ来るな。悩ましいところやけど、攻撃するか。月、うわ、タイミング悪っ。あ、ミスった。違う、これじゃない。間違えた。簡単なのでよかった。よし。うわ。我が力が、主よ、約束したはず。チャンスを与えるとは言った、それだけだ。ほい。は、おかえり。彼らの勝ちだ、潮時だ、な、エホラル。ほい、おいおい、大どんでん返しが待っているこの局面でか。何を言っている？ふん。お前たちは新しい守護神に尋ねよ。感じるか？何かが遠くからやってきてる。やってくるか？世界を食らうものが。奴を倒せるのはお前たちだけだ。幸運を祈ろう、ルアナとソレンよ。
本当に行ったぞ。自由になった。町にまた希望だよ。パレア、ゼイル。私たちは行かなきゃ、セライ。世界を喰らう者を止めないと。戻って、来れるのか？今すべて分かった。やることが山積みなんだ。世界がこんなに多いなんて。なら、これでお別れなの？そうだな、ウエスト。いろいろとありが。待って！どっから来たん？はぁ、あ。二人が行く前に、できれば。そうね。二人に出会えて本当によかった。この物語は必ず後世と語り継いでいくから、世界は二人のことを忘れないから。俺たちも会えてよかったよ、チークス。どうか無事でいてくれ。もう、そういう話じゃないの。あなたはしっかり生きて、村の人たちを守ってあげて。僕も頑張るよ、君たちのためにも。出発の時だ、バレア。なら、私たちの監視が始まるのね。退屈じゃなきゃいいけど。そんなこと一度でもあったか？たまには村へ立ち寄ってくれよな。もちろんだって。二人と一緒に戦えたのは人生最大の名誉だよ。さよなら。すんげえの。何したらいいの？あいた。あいた。なんなん、急、唐突な、なんかシューティングみたいなの始まるのやめてくれ。よいしょ。あ、シューティングや、ほんまに。ほんまにシューティングやった。ほんまにシューティングやった。そんな近くでなくてよかったやん。当たるから。あるかと思って違うやないか。唐突なシューティングやめてもらって。ちょ待て、にゃはー、痛い、死んでまうで。待て、ちょ待て、真面目にシューティングほんまにやらんからむずいぞ。いや、まだマシなんやろうけどな、いや、多分、うん、あの、レトロのやつでやったら簡単な方なんやろうけどな。苦手な、ちょっと待って、見えへん、分からへん、ここ、あー、当たってもった、くっそが。あ、でも、もう一回遊べるの、優しい。いや、さ、ダイブってなんだよな。あ、そういうことね、なるほどね。あ、ダイブ消えてもった、ちょ、痛い。よっしゃ。
こうして二人がその終わりなき監視の中でこの世界を飛び越えていくとき、私たちは毎年集まって一緒に物語を思い出すの。大賢者様？何？彼らは必ずお料理戦士の誕生日に現れるって本当なの？確かなことはわからないわ。けど、その方が素敵じゃない。そしたら、今日はもう引き開きね。今から、大霊章？ん？かな？の修理工事の様子を見てこなきゃ。お話ありがとう、大賢者様。チークス老けたなぁ。おばあちゃんなってんな。進捗やな。進捗はどう？バッチリさ。ヨモラの手記のことをずっと考えて、その給水のことを。心配ないって、とびきり分厚くてでっかい窓を作るから。それで中央のやつは気に入った？うん、完璧ね。おしまい？おしまい？ムーアランド。ムーアランドに謎の装置が出現した。知ってる？このおしまいってあるやつ。ギフトピアみたいなやつ。あった、似たようなやつ。今のセーブをしておくとラスボス戦の直前に戻って寄り道の冒険を終えられます。この謎の装置も調べてみるべきかも。